って どこに行くんだっけ。カンガ、待ち合わせの場所はここで合っているわよね。ああ、それにまだ帝国まで10分ほどある。心配をなさるのは早いように思いますがな。そうね、このままもう少し待ってみましょうか。もしもし、そこのお二方、少々お時間をよろしいでしょうか。ああ、構いませんけど。はい、では単刀直入にお聞きします。もしかなさらなくても、お二方が赤城様と加賀様でいらっしゃいますよね。はい、さようでございますが。あら、ひょっとしてあなたがロイヤルメイド隊のシリアスということかしら。世界的に有名な赤城様に、かような卑しきメイドの名を覚えておいていただけるだなんて。おお、まあそんなに恐縮せずに顔を上げておくれ。お前だけか、他のロイヤルの皆様をお見かけしないのだが。え、まさかあなたお一人でロイヤルからこちらまで。それは随分な苦労をなさったのですね。いえいえ、めっそうもないことで。この近海まではロイヤル艦隊で行動しておりましたが、時間に遅れそうだったゆえ、シリアス一人で先に参上しました。なるほど、さすがはロイヤル、時間厳守なのだな。ご配慮くださりありがとうございます。しかしてキューブの方はお持ちではないようですが。はっ、このシリアスがキューブについても一足先にケースに詰めて持参したつもりだったのですが。どうやらうっかり艦隊に置き忘れておりまして。一人で先に来た意味が一気に少なくなったな。せめてミスした償いとして、この卑しきメイドであるシリアス自身をどうかおっしゃっていたキューブの代わりに。務まるわけないでしょ。カンガ、この子面白いわね。メイド隊にもいろいろな人材がいるようだ。大変申し訳ございません、遅くなりました。シリアス、何よりもこれを忘れていったらダメでしょ。よっこいせっと。皆様ご覧くださいまし、ただいまキューブが参りました。ええ、そうね。あの、あなたもロイヤルの子よね。はい、申し遅れました。ロンドン級従順洋艦のネームシップロンドンです。早速ですがキューブの受け渡しよろしいでしょうか。そうだな、ここは人目があるので少し歩いて場所を変えよう。計100個のキューブのご返却、間違いなく確認した。二人とも直接の受け渡し本当にありがとうございました。いえ、お役に立てて何よりです。ロンドンさんはともかく、キューブのことを忘れおめおめと参上したこの卑しきメイドであるシリアスにお褒めのお言葉など。それでは私たちはこれで失礼します。もう帰られるの。せっかくですから少しくらい観光なさってはいかが。お申し出誠に嬉しいのですが、ロイヤル艦隊のみんなを待たせておりますので。そうか、途中まで護衛でもつけようか。
それも大丈夫です。こちらのシリアスがいてくれればいつだって百人力ですから。ロンドンさんがそう言ってくださるのなら、負傷メイドシリアス全力で任務に挑ませていただきます。こちらこそフォロー今後もよろしくお願いします。任せておきなさいね。ほう、互いにしっかり信頼し合っているのだな。ではよくよく気をつけてな。道中の無事を祈る。はい、またお会いできる日まで。なかなかいいコンビに見えるわね。ああ、獣王にも欲しい人材だ。ここがシリアスの戦場ですよね。装備の確認をするんだっけ。いかがいたしましたでしょうか。装備の取捨選択最重要ですよ。たまりませんね。装備の取捨選択最重要ですよ。早くこの力試したいです。ビビッときました。早くこの力試したいです。ビビッときました。早くこの力試したいです。ビビッときました。早くこの力ビビッときました。早くこの力試したいです。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 どれにいたしましょうか。ありませんね。装備の取捨選択最重要ですよ。たまりませんね。装備の取捨選択最重要ですよ。どれにいたしましょうか。たまりませんね。装備の取捨選択最重要ですよ。
どれにいたしましょうか。良い手応えです。シリアスをお呼びでしょうか。我らで勝利と栄光をお運びします。はい、ロンドンと申します。秘書官の任務、安心してお任せください。僕はアラバマ、サウスダコタ級4番艦だよ。よろしくね。超高順のアズマ、着任しました。収益経験の乏しさはこれからの演習で補うつもりです。よろしくお願いしますね、指揮官。閣下、甘いものでもいかがですか。この力、すぐに成果を出してみせます。この力、伊達ではありませんよ。すぐに成果を、この力ではありませんよ。すぐにこの力、すぐにこの力、伊達ではありません。すぐに成果を出してみせます。やあ、お疲れ様。次の演習楽しみにしてて、何かぶっ飛ばしたくなるよね。次の演習楽しみにしてて。今度シアトルちゃんのパーティーの出し物は、お茶だと地味すぎるのかしら。ご訪問いただきありがとうございます。私なら頼りに、私なら頼りに、私ならきっと成し遂げられる。頼りになりますわ。私ならきっと成し遂げられる。頼りになりますわ。私なら成し遂げられる。目的地はどちらになります。何かが落ちていますが、誇らしきご主人様から運をいただいたのです。見えました。求めてはいませんね。目的地はどちらになりましょう。見えました。アイテム拾いをしてしまいました。はっ、やー赤字、今のはどれくらい遠くへ飛ばせました。35キロメートルにゃ。ちょっと力みすぎだにゃ。これがアズマ超高順の実力かにゃ。まあ、そうでしたか。けれど、一
距離だけあっても仕方ないですし、次は砲術についてももっと研究しないといけませんね。気合入ってるにゃ、頼もしい限りだにゃ。はい、私の力を見込んでいただいた方のためにも引き続き頑張ります。シリアス、どうしたの？あの人のことが気になる？はい、技術以上に感情のコントロールに長けた方だとお見受けしました。私たちと違い、還暦のない特別計画官のようですが、油断はできませんね。いえ、戦うとしたらですが、まあ相手は魚雷が使えないのがこちらにとって幸いでしょうか。ペアによる運用、獣王の艦船運用法たる水雷艦隊の印刷、その方が向いていそうな方でしょう。どう見たらそこまでのことが短時間の観察だけで分かっちゃうのかしら。すごいわね。ロンドンさん、一つだけお伺いしてもよろしいでしょうか。どうしたの？改まっちゃって。一体いつから私がキューブを持っていないと気づかれたのでしょうか。え、すぐに言ったけど。直球な返答でごめんなさい。でもね、シリアスが慌てて出ていく時ってこれまでにもいくつかの段階をすっ飛ばしていたから。ですが今回はキューブを届けに行く場面でしたよ。それでまさか肝心のキューブを忘れていくだなんて、普通そのような発想には。周りはもうあなたよりあなたのことに詳しくなっているのよ。ダメなところについてもね。なんということでしょう。そんなオーバーに落ち込まないで、平気よ。ほら、どうしてあなたはメイド隊に志願したの？初心を忘れてはダメですよ。いくらでも周りに助けを借りて、いつか誰もが憧れる完璧なメイドになってくださいね。はい、誇らしきロイヤル同胞ロンドン様、シリアス、あなたのためにもより気高くなってみせます。時間はまだまだかかりそうだけどね。設定どうぞお好きに変更なさってくださいませ。このまま進めば会場のロイヤル艦隊と合流できるわね。はい。もうシリアスったら、忘れ物一ついつまでもくよくよしていてはいけないからね。次の任務にも支障が出てしまいますから。いいえロンドンさん、落ち込んでいるわけではないのです。むしろさっきから順調すぎませんかとちょっと勘が働いておりまして。え？不穏な気配がしております。はい、気配だけ。うん、周辺には私たちしかいませんし、気にしすぎじゃん。見えました、そこです。うわぁ、いきなり砲撃するなんて。危ねえことしやがる。セイレーン？はい、危険な行為についてはお詫びしますが、敵は見つかったようです。ほらピューリファイヤー、自分からステルスを解いたらダメでしょう。
あー、弾みでさ。そんな、人型のセイレーンが二人も。ひょっとしてあと先考えずに撃ったのかよ。大概にしろよな。私たち二人、お前らに特に用はないんだけどね。姿も気配も水しぶきも音も全て消していた私たちを探り当てるだなんて、もしかして大気の歪み、それとも電端のかすかな反応。お言葉はありがたく頂戴しますが、あなた方の動向によっては黙って見過ごすわけにはいきません。こいつは驚いた。びっくりするほど強気だな。お隣さんはこいつのお友達ってことで合ってるのかい。出過ぎた行為を止めないととばっちりを受けるかもよ。ロンドンさん、あなたは早くここから逃げてください。いえ、まずは一言あなた方にお詫びを申し上げます。私の相方が警告もなくいきなりの発砲を行ってしまい、大事故にもつながりかねず大変失礼いたしました。え？周辺の平和秩序または安全を害しない限り、ただ海を通行しているだけなら無害、不問とすることは条約にも記されていますので。なんと、まあ。シリアス、あなたが十二分に強いのは私もよく知っています。でも勝ち目があるかどうかわからない相手に挑むのは問題よ。私たちでは手に負えなくなるかもしれないから。ですが。あ、お友達の方はお優しい上に良識もあるようね。二人とも気に入ったわ。無害通行権を我々にも認めていただけるとは、セイレーン側の一個人としてお礼を申し上げます。まあ今は鏡面海域も発生させてないからな。ただの旅行者といえばそうかもしれない。自分で言っといて凄まじい違和感だけどさ。今我々は急いでいるのでこれで失礼するわ。早い話が見逃してやるってこと。さっさと押せな。そのことについてはお礼は述べませんよ。この後はどちらへ。獣王よ。おい、教えていいのかよ。どのみちこの後のことは全陣営に伝えてもらわなくちゃ困るからね。それではお二人ともさようなら。ちょっと待て、私まで置いていくな。獣王へ一体何をしに。あ、ロンドンさん、ひょっとして彼女たちキューブが目当てでは。あ、直近で思い当たるのはそれしかないわね。いかがいたしましょう。セイレーンたちを追いかけますか。先回りは難しそう。大至急ロイヤル艦隊に戻って状況を報告するわ。どう動くかの話はそれからよ。はっ。あ、戻ってきたわね。シリアスもロンドンもお疲れ様。大きな問題はなかったでしょ。ちゃんとキューブは返せてきたのよね。はい、それについては。そうならいいのだけど、さっきからどうしたのよ。何か表情が硬くない。陛下、実はお取り込み中のところ失礼いたします。陛下。何、どうかしたのね。は、申し上げます。獣王から赤城より緊急通信の要請。え、ホットライン。あ、陛下、出ていただけますでしょうか。
言われなくても。ウォースパイト、すぐつないで。女王陛下、通信に応じていただきありがとうございます。何があったのよ赤木。はい、それは百聞は一見にしかずですわ。今つながったわ、変わりなさい。ご手配ご苦労様。どうも、ロイヤルの女王陛下、テスターです。ご無沙汰してるわね。チース、私ピュリファイヤーもいるよ。あんたたち、あ、赤木、ねえ、中央のみんなは無事なの？素晴らしいですね陛下。他陣営のことといえど、まるで我が子のことのように気になされますか。安心してくれとまでは言い切れんが、今のところ誰一人手出しはさせておらん。ただそうだよ、わりかし穏便に取りまとめてるよ。むしろこんな中枢からそっちに連絡してる私たちの身の方が危ないだろうって感じ。ええ、心地の良い殺気を四方八方から感じているわ。やっぱりこの PT キューブを手にしているせいかしら。そんな中央の警備も今一つね。キューブの保管先としてはもちろんダメだわこりゃ。もしも視線で睨み殺せるスキルなんてものがあるなら、今ほど欲しくなった瞬間はないわ。ねえセイレーン、赤城に何を要求したの？まさかこの通信だけが目的ではないんでしょ？はい、ご明察だ。聡明な陛下にも進言を申し上げます。回りくどくてイライラさせられる喋り方ね。先日艦船の皆がキューブを扱うのを拝見させていただきましたが、正直あれについても寂しい印象がございました。先ほどこちらのピュリファイヤーが言ったように率直に申し上げまして、レベルが低いなので、特別に新たな試験を行わせていただければと。私テスターの本分としてね、ロイヤルにも参加してもらえるかしら。大きなお世話よ、私たちに関わらないで。そんなこと言ってられるかな。技術の差ならこの前もだいぶ見せつけてあげたよね。いや、何もロイヤルが大したことないって言いたいわけじゃないんだよ。現にこの獣王だって今日もあちこちで訓練しててもやっぱりうちらの白昼堂々な侵入を許しちゃうわけでさ。いつぞやの合同大演習が終わった後にしては世界全体の危機意識が薄いなーってそう思っちゃうわけ。陛下様だって否定はできないっしょ。我々はそうね、軟弱なあなたたちを陣営ごと潰してしまってもいいのよ。陛下、そこまでです。陛下、恐れ入りますがこの場はシリアスにお任せくださいませ。お前はさっきの。はい、先ほどばったり会場でお会いしましたね。そっちのメイドの砲撃のせいでな。あったですって？接敵したもので、この通り相手は健在で
し止められないどころか武装を削ぎ落とすこともできませんでしたが、そんな大それたことしなくていいから、二人とも無事で、それだけで何よりよ。恐れ入ります、陛下。恐れ多いことですが、このシリアス、誇らしき陛下の代わりにはっきりと言いたいことを言わせていただきます。大丈夫？皆様、もちろん大丈夫です。シリアス、このような流れで変なことは申しません。合同大演習のことを引き合いに出されましたが、そもそもセイレーン、あなたたちはキューブも満足に扱えない我々に敗北しました。それもしっかりと全世界の前で映像を残した形でです。ああ、それもそうね。しかもその時の当事者の一人よね、あなた。せめてタコオブザーバー側とうまく連携するべきだったな。貴様、あれはオブザーバーのやつだ。ダメよ、言い訳はしないで。確かにあなたたちの強さには見るべきものがある。それくらいは認めましょう。でもキューブの力もなしにそう何度もうまくいくかなんてわからないわよね。いいえ、各陣営が協力し合えば不可能なんて何もありません。おお。いいわ、あなた、会場でのことといい気に入ったわ。報告に聞いてる、島風のようなところがあるわね。無邪気で熱く無鉄砲、でも筋が通っている。このまますぐにでも PT キューブを返してもらおうと思ったけど、もう少しだけこちらに預けておきましょう。はい、受け取って、赤に。ちょっと待て、はるばる私が直接ここまで来た意味が。テストの方が大事でしょ。ああ、みんな勘違いはしないでね。もう少しだけと言ったでしょ。1ヶ月後のこの時間にまた来るわ。その時、今度こそ PT キューブを頂戴する。そう宣言しておくわね。あなた、怪盗気取りですか？待ってください、虹色のキューブは合同大演習の成果のようなものです。それを失ったら。正しい認識ね。委員会まで組織し、各勢力の折衝のために予算を投じて今日まで管理してきた世界中の人間様の面目が丸つぶれでしょうね。残念。さあ、もうおしゃべりは十分に楽しんだでしょ。お帰りはあちらからお願いしたい。道を外れない限りは道中の安全だけは保証してやる。私がご案内させていただきます。ああ、悪いね。撃たれたくないのでよろしく。それじゃテスッチ、そろそろおいとましようか。ええ、ピュリッチ、彫刻室に帰るわ。悠々と帰るだなんて、仕方ないけど悔しい。素直に拘束が通じる相手かというと微妙なところですけどね、陛下。分かってるわよ。セイレーンたちには負けない。
シュリアス、すごいじゃない。よかったわよ。ロンドンさん、何がでしょうか。ほら、通話中のセイレーン相手に途中で短歌を切ったじゃない。なかなかできることじゃないわ。もしかしたらセイレーンに砲撃した時よりもかっこよかったかもね。それは褒めすぎです。シリアスは言いたかったことをあの場で言っただけにございます。合同大演習で実際にセイレーンと戦われた方々ならセイレーンだって感染の力で勝てる相手だと認識できるはずでしょう。そうね、団結した私たちならセイレーンにだってきっと勝てる。私もそう思う。ただね、シリアス、これだけは覚えておいて。勝ちを妄信して自分の身を危険にさらすようなことはなるべく避けてね。はい、ご忠告ありがとうございます。あなたに心から感謝を。シリアスからも申し上げますが、皆様には申し訳ございませんでした。え、どうしたのよ急に。もしセイレーンがより悪質な相手だったら遠慮なく反撃もしてきたでしょう。あの時のシリアスの行為はとても軽率でした。結果的には良かったじゃない。そこまで思慮深くなってくれたならもう反省は十分みたいね。さてさて、陛下のところに戻りましょうか。もうそろそろ打ち合わせも終わっている頃でしょうから。はい、シリアスたちの行うべきこと、判断を仰いでいただこうと思います。陛下とウォースパイト様、先ほどのことを真剣な表情でご相談されている。話がまとまっていない。どうやら意見が食い違っているようです。シリアス、お二方のお邪魔をしてはいけないわ。なかなか決められないといったところでしょうか。